動いた中国勢、3番水戸、赤番過ぎまして5番米村恒成の外並んできまして、米村と水戸並び合ったところは3番水戸が2コーナー先頭に立って切りました。1番宇佐美祐介3番手でしたが、今度は中国勢を下ろす動き、小谷田と福島勢が先頭2番手です。5番米村下げ切って5番手の位置、宇佐美がインを切って待っている感じ。3番水戸中段、そして5番米村恒成5番手、仕掛けどころはホームの入り口になりました。宇佐美がそこへ合わせていって逃げ態勢です。宇佐美から小谷田の福島勢の逃げを追いかけて5番米村恒成ロングまくりで一気に加速して先頭に上がりました。あと7番井上雅史と一旦離れた2番原田玲3番手ドッキング、福島勢叩かれて4、5番手3番水戸孝則は離れた6番手です。前は完全に九州、先頭5番米村恒成、この番手7番井上雅史が追いすがって捉えるか、並んだ体勢で降臨、3着も接戦で2番原田玲か1番宇佐美祐介か、